さあ注目の対決は3組目にあります。3組目谷口信輝対織田学。ある意味指定関係の対決です。お、末永兄弟が両方勝ち進んでるぞ。そうですね、末永兄弟は確かに両方勝ち進んでおります。以上の8名がベスト8進出を果たしました。はい、まずはすでに準備ができております。1組目、今村陽一と末永正雄の対決ということになります。これってツインの組み合わせじゃないの、はい、ツインの組み合わせ、あ、2人で、そうですね、FD 同士の組み合わせやってますね。チャンピオン、チャンピオン、そうですよね。そして今シリーズランキングでは2位と3位、そう、この2人、手の内分かってるよ。これは勝負も本当にまたしても決勝戦みたいな対決になりました。今村陽一が前、後ろから末永正雄が追いかける。さあ同じように打ってきた、また同じように打ってきた。FD ツイン乗り、うまい、すごいですねこの両者。これはね、はい、本当にね、はい、コーツつけがたい、手堅いですねこれね、角度も一緒、はい、さあ入れ替えということになりました。スタート地点でストップがかかりました。今動き出そうというところで末永が、なるほど、先ほどの対決におきましてコース上、試験員のところにですね、あの藁が置いてあるんですよ、はい、それをね、今村陽一が当てまして、その藁が散在してるという状態でそれを片付けてるそうです。あー、なるほどね、デブだからな、はい、いや、デブはあんまり関係ないんですけどもね、それはね、末永よりも横幅が2倍ぐらいあるじゃん。ありますけど、あの FD の車幅は変わんないじゃないですか、どっちも。そうだな本当にもう動き出しました。2本目ということになります。さあ、入ってきた、ちょっと揺れた、おー、入ってくる、勝負がつきました。セミファイナルベスト4進出、最初に決めたのは末永正雄だ。釣られたね今ね、オートポリスに引き続きセミファイナル進出です。アマさん心臓バクバクね。風間康之の S1 号、このマシンがそうです、ゼッケン1番、そして向こう側が時田正義のソーラです。これはマシン差ありますよね、ポテンシャル差。これは 8-2 で風間のマシン有利。8-2 でねマシンが有利だって、うん、でもその分はやっぱり考慮しなきゃいけないですよね、これはね、もうね、時田はね、うん、技を持ってるんだよ。降りてきました、時田。そして風間康之の1本目です。さあ、どうだ、降ってきた、また投げてきたよ、てきた。そしてその後ろから食い込むという風間康之、これは波乱なところにほぼ抜いてしまいました。風間康之8-2 これ抜いちゃいましたね、途中で抜いちゃったんで、うん、さあ、そして入れ替えで入ってまいりました、2本目。さあ、風間は自分のつないだ、つないだ、さあ、それでも時田は食い込んでくる、時田がいいように待っている。風間康之はどうだ、時田そこはちょっと気が合う、危ない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 、時田そこはちょっとインに入りすぎた、8-2、コースがない。これでセミファイナルベスト4進出決定いたしました、風間康之です。これはかわいそうだったな、時田な。そうですね、自民党と公明党の戦いみたいな、よくわかりませんね、自民党と民主党、弱いですからね今のじゃあね、うん、そうだな、その内田さん、その中途半端な知識で政治の話入れるのやめましょうよ恥ずかしい思いしますから、うん、そうだな、ね、はい、さあ続いてベスト8、3組目。これはある意味指定関係と言っていいでしょう。谷口にしてみたら、お前ドリフト悪いけど俺の方が先輩なんだけど。そうですよ、当然そうですよ、ドリフトしては谷口、そして折戸、谷口はシード、もうね、ずっとシードにいた選手ですからね、今回は違いますけども、はい、さあ、そして S 帯でもこの両者は組んでおりますけど、ノリに乗ってますね、この男はね、緊張してんだから乗ってんだから全然わかんないですけれどもね。じゃあ、あれ舞い上がっちゃって、舞い上がってるんですか、嬉しいんでしょ、ね、自分で何やってるか分かってる、嬉しいんでしょうね、うきっとね。セミファイナル進出をかけた谷口伸輝と折戸学、ある意味ドリーム対決ということになりました。さあ、どっちが勝っても本当におかしくはない、どちらかといえば横浜ゴム関係者は両方とも勝ってほしいと願っていることでしょう。でもそうはいかないんです。セミファイナル進出をかけた、まずは1本目、谷口伸輝、後ろから折戸学が追いかけます。入ってきた、谷口戻った、さあ両者ともに波形を上げながら、谷口伸輝、そして折戸学が来る、ちょっと
インカットですね。まあインカットだけど、これ谷口戻ってんだ、ここが、はい、一瞬戻りましたね、うん、はい7-3、はい、7-3ですか、うん、若干のアドバンテージという気がするんですけれどもね、今の場合。いやでかいね、今もう飛び込みの状況ですか。1回戻ってるのと、はい、2コーナーでインサーされてるのはちょっと痛いな、はい、その状況でアドバンテージ折戸学という状況になった。入れ替えです。今度は先行折戸学、後ろから谷口伸晃、これ繋げる、さあ入ってきた、折戸学も繋いできた、さあどうだ、谷口伸晃も決める、入ってくる、入ってくる、かなり近すぎすぎちゃったんでしょうね。いやしかしね、はい、オリドがよくねあの角度をつけたまま2コーナーのクリップまで持ってくれましたね。ということで、うん、初のベスト4進出、オリドマラブが決定です。もう2本目思いっきり行くしかないじゃん、まあ、ちょっと若干本当のこと言うと、ちょっとあの脇見してたん違います。ごめんなさい。さあベスト8、4組目、ベスト8最後の組み合わせということになります。今日乗っている末永直人、そして B レーシング手塚剛、まずは末永直人が前、後ろから手塚剛が追いかける、1本目に入りました。さあどうだ、すごい、手塚はつなげてきた、手塚はつなげてきた、さあそしてしかしそれでもこれはちょっと離される状況になりました。入れ替えです。黄色いマシン R32、 手塚剛、後ろから S13、 末永直人が追いかける、アドバンテージは手塚剛が取りました。さあセミファイナルベスト4進出をかけてどちらが行くのか、手塚か末永か、2本目に入ります。おー、つなげたな、さあ踏んできた、つなげてきた、何もできない、手塚がつなげてきた、そして末永直人ここで食い込んではいきますが食い込みきれない、これは勝負ありでしょう。ベスト4進出、手塚剛、なんか今日の手塚はかっこいいな。久々に手塚剛がベスト4まで上がってまいりました。ベスト4、4人進出すべて出揃いました。いよいよファイナルをかけた戦いのセミファイナル、末永正雄対風間泰之、折戸学対手塚剛ということになりました。どっちもヤバい男、もうね風間ある意味ですね、ホッとしてると思うんです。シリーズを考えた中でまず4位まで来ればもうね安泰なんですよ実は。であとは流して、そう本当に軽く勝負してくると思いますよ。対する末永はここでどうしても風間に破らないともうこの上はないんですよ、末永にとっては。なるほどね。でここまで来たならどうしても末永は決勝戦に行ったことがないんです、うん、まだもうポイントよりも優勝したいと、はい、とにかく決勝戦に行きたい思いは、うん、末永の方が強いはずです。あーなるほどね。1本目に入ります、末永正雄風間泰之の対決です。どっちも速い、さあ降りてきた、どっちも繋がった、繋げてきた、どっちも繋がった、そして風間泰之2コーナー入れた、入れた、そして3コーナー、これはどっちも引かない、どっちも気を取らない、いい走り、ゴブゴブゴブ。さあ2本目に入ります。今度は風間泰之、緑のエース1号が前です。後ろから水色のアーリエ山宮、 FD が追いかける、末永正雄が後追いの2本目に入った、繋げる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 、さあどうだ、風間泰之1本目、そして末永正雄が入ってった、当てた、これは当たってった、致命傷、あーこれはダメだ、これは当たってった末永、うーんこれはもったいない、この1本の勝負で決まってしまう、はい、ということですね。そうです、はい、失格です。この勝負で残念ながら決まってしまいました。なんと決勝進出、風間泰之です。うわー、ちょっと末永ね、末永行き過ぎたかな、詰めすぎた。決勝戦進出をかけて風間泰之の対戦相手を決める戦い、折戸学、手塚剛、 RSR80 スープラ 2JZ 3.4 リッター600馬力オーバー、そして手塚剛 B レーシング R3234 が本当に600馬力あんの、500馬力オーバー出てます、ね、嘘、あの700馬力オーバーをできるキットを組み込んでるんですが600馬力で勘弁しといてよって言ってました。今ゆっくりとした状態で降りてきた、ライトを点灯している80スーパー、降りた学ぶ、後ろから黄色い R3 に手塚剛、さあどうだ、入った1本目、つなげてきた、降りた学ぶ、角度をつけてきた、降りた、さあそこに手塚剛が食い込めるか、食い込めない、失速、離れた、
手塚強し離れました。オリド有利。さあアドバンテージ64でオリド学が取りました。決勝戦進出をかけて有利になったオリド学。さあ前を行くのが黄色いマシン手塚剛、後ろからアルスアルスープラオリド学入ってきた。2本目リードまたつなげるよ。さあどうだ、つなげてきた、どうだ、つなげてきた、いい飛び込む、どうクラッシュ、これは大きなクラッシュオリド君失格バカだねあいつこれはもう声も出ません。これすいません、もう一度再現フィルム見せてくれますか。こちらさん解説しましょう、はい、これもう一度見せてください。これ解説しましょう。これね結構大きな問題ですね。確かにそうなんですよね。真横に当たって飛ばしたら確かに負けは負けなんですが、その手前でですね完璧に抜いてるとも見えるんですよね、1コーナー飛び込みです。インガーを通ってったオリド、この時点で前にいる、前に完璧に出てますね。これってことは手塚はイン締めちゃいけない。ここでどちらかというと当ててったというよりも確かにここで切ってっちゃいけないということにもなるわけですよね。左に手塚は入ってっちゃいけないと。これはね、はい、オリドは悪くないという見方にもなります、ね、ない、抜いてます、オリドの勝ちとします。今のビデオ審査の結果、あ、両者は握手しています。飛ばされた形になりました。手塚剛のマシンはボロボロになってしまいましたが、決勝戦進出オリド学。ノーズを入れた時に、はい、手塚のリアにヒットしてるんだったらオリドが失格、はいはいはい、そうです。ただもう抜け切ってます、はい、これは今日先ほどのドラミでも言ったんですけれども、はい、あの状態まで入ってたらオリドのマシンの位置を手塚は見えてるわけなんです、はい、もう、はい、完璧に入ってますからね。そしたらあの状態で当たったとしたら一車線開けてなきゃいけない、はい、そういうことになりますね、はい、手塚のマシン死を終わりましたね。ひっくり返るかと思いましたよもう、うん、本当に俺もひっくり返るかと思った今驚きました。いやしかし頑張りました満身創痍、ボロボロの状態だ。手塚よく頑張った、怒ったフロントマンパー、手塚よく頑張った、ボロボロになってしまいました。頑張りました。セミファイナルまで上がってきた手塚剛にも大きな拍手。じゃあさん、はい、いよいよ決勝戦出揃いました。なんとなんとオリド学が優勝決定戦残りました。決勝戦は風間靖期待オリド学に決定いたしました。いやこれはすごい対決ということになった。現在シリーズランキングトップ風間靖幸、それに対するのがマックスオリド新人ね、ある意味新人ですからね。新人ですよ、ね、はい。さあ決勝戦風間靖幸オリド学ぶ両者ともに今マシンの方は結構ボロボロな状況になっておりまして、今、修理をしているということになりますけれども、足回りの損傷も考えられますよね。あの右乗りやタイヤ、そうだね、はい、若干のアライメントその辺のおえってあ、ジュネさん、おえってジュネさん、あのオリドさんです。はい、オリドさんいかがですか。すいませんです、時間ばかりかかりまして。そうだね、そういえばちょっとトラブルが続いてまして、今の投稿もパワーステなしでちょっとコントロールがなかなか難しかったんですけど、なんとか決勝に残していただいたんで、うん、今日はなんだよそれなんだよそれ分かんない、もしかしたらオリドさん男の走りを見せてやるよ。分かった男の走りね、走り、どうやってあのぶつかっちゃったんですかね。今ね、だから手塚が流されちゃってて、まあそれでインに入ってったんだけど、あ抜いたなと思ったらガタってぶつかったからびっくりした、黄色い車が今度浮いてるからって言っちゃったよ俺、ね、あの現状は今何を修復されてるんですかね。現状ほら壊れちゃったの直してるの、パワーステとフェンダーを直してます。パワーステフェンダータイヤ交換ここで板金してますよおい、ものすごいなもうおい、ものすごいんだからこの車ちゃんと作ってあって本当はなものすごい叩き方だなおいそんな修理するのかよもうそうだよね、そんな顔になっちゃうよねこの修理じゃ。もうカブさん、あの車の状況はどうですか。いやうちはなこう右から見ると何ともないんだけど、左を映さなくていい。ないです、前ないじゃん、だってばそんな2人で見なくたって前ないじゃん、ね、かけちゃってんじゃん、もう歯かけになっちゃってなんかサメに食われたみたいで、これはみそっぱになっちゃってんなこれ、それはみそっぱいいんですから、もうどっちもいい勝負ですね、車のもうボロボロの状態はどっちもボロボロだよこれ、どっちもボロボロですよ本当にもう、はい、さあ間もなく修理が終了、いよいよこれから決勝戦ということになります。いよいよ1本目ファイナル
これで D1 グランプリラウンド5恵比寿の勝者が決まるということになります。最後の対決、風間義行、折戸学ぶ動き出しました。さあまずは1本目、緑のマシーン S1 号風間義行が前、そして後ろから RSR80 スープラ折戸学ぶが切りかける1本目、今降りてまいりました。これから最終コーナー方向注目。さあまずは1本目、風間義行、折戸学ぶが出た、折戸が出た、クラッシュ派手なクラッシュ、折戸学ぶ。これが折戸学ぶだ、拍手。これではダメだ。折戸最高。ミッションが入りません。さあミッションが入ってもう一本いけるのかどうか。フロントバンパーはかなり激しく破損しています。インタークーラー、ラジエーター、その辺がどこまでいけるかどうか。さあミッションがシーケンシャルミッション、今回からシーケンシャルミッションにしたんですが、そうバックが入んないんですよこのマシン。さあそのフロントのもういらないパーツを外して、いいよ、そのままそのまま戻って、そのまま戻ってガム手。いやしかしこれはどうでしょうか。修理して走れるのか走れないのか。しかし走れたとしても今の走りでオイルクーラーパンク、ほとんど走行が不能に近い状況。降りの学ぶ、降りますか。これはどうやらダメだ。このクラッシュでは終了ということになりました。決勝戦どうやらこれで降りの学ぶリタイア。残念ながらこれが降りの学ぶ、これがマックス降りの男らしい。決勝戦一本で勝ちを決めた風間義行、今季3勝目。これでシリーズランキング断然トップ、優位の座になりました。 D1 グランプリラウンド5恵比寿、全ての戦いが終了になりました。今風間義行、折戸学ぶがここでがっちりと握手。非常に残念、やりたかったと言ってたのは風間義行、そりゃそうでしょう。さあそれでは表彰発表に参りたいと思います。2005年度オートバックス D1 グランプリラウンド5恵比寿、優勝したのは風間義行。風間義行今季3勝目、優勝トロフィーです。折戸じゃないから、折戸じゃないから、半分も持てないから、うん、ダメだ。お前だってあの壁に当たった瞬間終わってるから。さあそれではあっさりと勝負が決まりました。優勝いたしました風間義行に優勝インタビューです。はい、おめでとう。まあこういう形で勝たせてもらったんですけど、はい、ちょっと自分の中で納得できない走りだったり、自分のミスで、はい、試合に甘さにちょっと当たっちゃったような形で本当に申し訳ないなと思って、次からはそんなことのないように、はい、ちゃんと正々堂々勝負したいと思います。風間の足を食い止めようと噛みついていった折戸はやっぱりバラバラにされてしまった。姫にまで見たシード入りに指一本かかった折戸、これでスーパードリフターの仲間入りだ。イベントは次に風間にかかっているやつを募集中だ。